こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマは G ポイントから V ポイントへの交換終了についてです。この交換終了に伴いまして SBI 証券で V ポイントを用いまして投資信託を購入されている方は大きな影響が出るかと思います。そこで今回の動画では私の今後の方針についてもご紹介していきたいと思っております。本動画の撮影日は12月8日金曜日となりますね。2つ目は G ポイントから V ポイントへの交換終了の案内についてです。2つ目はポイント交換ルートも今回更新となりますのでまとめてお知らせいたします。3つ目はおすすめのポイント利用方法につきましてもご紹介いたします。では最後まで見ていってください。目次1つ目は G ポイントから V ポイントへの交換終了のお知らせについてです。こちらのお知らせは G ポイントの発行となります。2023年12月7日となっております。 V ポイント三井住友カード株式会社へのポイント効果終了のお知らせとなります。2024年1月11日をもちまして G ポイントから V ポイントへのポイント交換申し込み受付を終了させていただきます。なお V ポイントから G ポイントへのポイント交換は引き続き利用ができます。今回の解約で G ポイントから V ポイントへの交換が2024年1月11日で終了してしまいます。これに伴いまして大きな問題も発生いたします。 G ポイントは各ポイントを交換するハブ的な役割を担っているんですよね。現在のところ107のポイントから G ポイントへ交換することが可能となっております。この中でもおすすめなポイントは JR キューブやモッピー、ハピタス、ポイント一貫といったポイントを G ポイント経由で V ポイントへ交換することをお勧めしてきました。他にもポケットカードやボール、松本清やチョビリッチ、デジタルウォレットといったポイントも G ポイント経由で V ポイントへ交換ができたんですよね。これも2024年1月11日からは交換ができなくなってしまいます。そして V ポイントの主な使い道につきましてピックアップいたしました。私の場合は SBI 証券で投資信託の購入に利用しております。交換レートは1ポイントあたり1円となります。他にもクレジット払いの充当や ANA マイルへの交換、景品との交換やオリーブフレキシブルペイではポイント払いも利用することができます。そしてオリーブフレキシブルペイポイント払いにつきましてはポイントで支払った分につきましてもさらにポイント還元 0.25% いただけるんです。このように V ポイントは使い道が多く非常に利用しやすいポイントの一つであります。今回の解約で G ポイントから V ポイントへ交換ができなくなることで使い勝手の悪いポイントを G ポイント経由で V ポイントへ交換することもできなくなってしまいます。目次2つ目はポイント交換ルートまとめとなります。今回の解約でルートが塞がれたのは G ポイントから V ポイントへの交換ルートとなります。今回で交換終了となってしまいます。なお V ポイントから G ポイントへの交換ルートはまだ生きておりますね。ただし原価交換となりますのでご注意ください。今回の解約で大きく影響を受けますルートにつきましてはポイントサイトから G ポイント、V ポイントへの交換ルートとなります。本チャンネルでもおすすめしておりますハピタスやポイントインカム、モッピーは G ポイントへの交換が可能であります。そして今回ルートが塞がれました G ポイントから V ポイントへの影響を大きく受けます。なおハピタス、ポイントインカム、モッピーにつきましては V ポイントへの交換ルートが他にもあります。それはペックスを経由したルートとなります。ポイントサイトのハピタス、ポイントインカム、モッピーからペックスを経由いたしまして V ポイントへ交換することも可能であります。こちらのルートは10日交換となっているのも嬉しい点であります。なお私のポイントの使い道について今後の方針をまとめております。まずはじめにポイントサイトでゲットいたしました大量のポイントはペックスを経由して V ポイントで SBI 証券にてポイント投資を行います。 V ポイントへ交換ができないポイントは各証券会社の特定口座でポイント投資をしようと思います。各ポイントの使い道詳細はご覧の表の通りです。 V ポイントにつきましては引き続き SBI 証券で投資信託を購入いたします。私の場合は SBI 証券は NISA 口座となっております。 V ポイントの集め方については SBI 証券のグレー化積み立てそっくり、
そして三井住友カードゴールドナンバーレスやオリーブフレキシブルペイゴールドのクレカルートで利用いたします。そして2つ目は JR キューポとなります。こちらはポンタポイントへ交換し au 株コム証券で投資信託を購入しようと思います。 JR キューポの集め方ですが、積み木証券と大和コネクト証券のクレカ積立即売りとなります。それ以外にも JQ エポスゴールドカードや JQ カードセゾンゴールドカードで交換限クレカルートでも利用いたします。続いてポンタポイントとなります。ポンタポイントは au 株コム証券で投資信託を購入いたします。 au 株コム証券でクレカ積立即売り、そして au 自分銀行プラスのポイ活で利用しております。次にマネックスポイントとなります。マネックスポイントはマネックス証券で投資信託を購入したいと思います。マネックスポイントの集め方ですが、マネックス証券でクレーカー積み立て即売りを利用しております。最後に楽天ポイントとなります。楽天ポイントは楽天証券で投資信託を購入いたします。楽天ポイントの集め方は楽天証券のクレーカー積み立て即売りと楽天カードを利用しております。6時3つ目はおすすめのポイント利用方法についてです。ポイントをさらに増やすことができます。今回ご紹介いたしますポイントの利用方法は全部で5つとなります。まず1つ目はポイント投資ポイント運用となります。対象のポイントはご覧の通りです。たくさんありますね。そしてポイントの価値増加量につきましては投資ですので値動き次第となります。そしてポイント投資につきましてはNISA口座で非課税で増やすことが可能です。そしてポイント運用は年間50万円までは非課税と実質非課税で運用することができます。ポイントの使い道としては投資信託の購入がメインとなります。次に2つ目はウェル活となります。 T ポイントや和音ポイントを利用することができます。ポイントの価値はなんと 50% 増量することができます。毎月20日限定でウェルシアグループでドラッグストアでお買い物する必要があります。3つ目は D ポイントへの交換となります。対象ポイントは D ポイントです。ポイント価値の増加量は 10% から 15% 程度となります。期間限定で開催されておりますキャンペーンを利用いたします。増えた D ポイントにつきましてはポイント運用やポイント投資ローソンでのお買い物をお勧めしております。4つ目はローソンお試し引き換え券となります。対象ポイントはポンタポイントと T ポイントであります。ポイント価値はなんと 200% 増量させることができます。ウェブで引き換え券を予約できるのがメリットです。ローソンでのお買い物となります。最後に5つ目は JAL マイルへの交換となります。ポンタポイントや永久不滅ポイントが対象となります。ポイント増加量はプラス 20% であります。期間限定のキャンペーンを利用いたします。ポイントの使い道としては JAL の航空券が最もお得となります。ではまずはじめに1つ目のポイント投資ポイント運用につきまして詳しくご紹介いたします。ではまずはじめにポイント投資とポイント運用の違いについてご紹介いたします。ポイント投資につきましては名前の通り投資となります。ポイントを利用いたしまして投資信託などを購入することができます。一方でポイント運用につきましてはポイントを利用し疑似的な投資を行うことが可能となっております。ポイント運用の疑似的な投資とは一体どういったものか詳しくご紹介いたします。ポイント運用は実際に株式や ETF を購入するのではなく疑似的にインデックス、例えば日経平均株価に連動しポイントが増えたり減ったりいたします。投資商品につきましては各社個性的な商品を提供しております。ただしこちらは投資信託に比べますと信託報酬が高い傾向にあります。そして税金面は最大のメリットとなります。年間50万円までは特別控除がありますので非課税とできます。そして証券会社の口座は不要となっております。メリットは現金の投資に比べますと気軽にスタートすることができます。デメリットは配当金がありません。証券会社での株式や投資信託購入に比べてポイント運用会社の倒産時に法的な保護がありません。では次にポイント投資について見てまいりましょう。有名なポイント投資につきましてはご覧の表の通りとなっております。 T ポイントでは SBI 証券、 T ポイントでは日興フロッキー、
モンタポイントでは au 株コム証券、 V ポイントでは SBI 証券、楽天ポイントでは楽天証券、 LINE ポイントでは LINE 証券となっております。なお LINE 証券につきましては現在入金停止中で、野村証券に吸収合併予定となっております。事実上は D ポイントから楽天ポイントまでのポイント投資が大手となっております。そして各社のポイント投資の内容につきましてはそれぞれ異なっております。まずはじめに SBI 証券の T ポイント投資となります。最低投資額は100ポイントからで、投資策は投資信託とビットコインが含まれているのはユニークですね。そして購入売却手数料ともに無料となります。NISA 口座にも対応しております。注意点としては SBI ネオモバイル証券は SBI 証券に吸収合併予定となります。2つ目は D ポイントの日興フロッギーであります。最低投資額は100ポイントからです。投資先は国内株式と国内 ETF となりますね。注意点としては投資信託が購入ができません。そして手数料についてですが、購入は無料となります。売却につきましては 0.5% の手数料が必要であります。 NISA 口座にも対応しております。 SMBC 日興証券の口座開設が必要となります。3つ目はポンタポイント au 株コム証券となります。最低投資額は100ポイントからです。投資先は投資信託とプチ株、単元未満株となっております。こちらの単元未満株は他にないユニークな特徴となっております。そして手数料についてです。投資信託の場合は無料となっております。プチ株の場合は52円以上基調となります。そしてNISA口座にも対応しております。続いて4つ目は V ポイント SBI 証券となります。私もこちらの V ポイント SBI 証券でポイント投資を行っております。最低投資額は100ポイント、投資先は投資信託のみとなります。手数料につきましては購入売却ともに無料であります。NISA 口座にも対応しております。そして5つ目は楽天証券となります。最低投資額は投資信託の場合100ポイント、バイナリーオプションの場合は1ポイントとなります。投資先は投資信託、国内株式、米国株式、バイナリーオプションとなります。特に米国株式とバイナリーオプションがあるのは珍しいです。手数料につきましては購入は無料となっております。ただし米国株式の場合は 0.495% です。売却につきましても同様であります。 NISA 口座にも対応しております。続きましてポイント運用につきましても詳しくご紹介いたします。今回ご紹介するポイント運用は全部で6点となっております。 D ポイントと永久不滅ポイント、 PayPay ポイントと楽天ポイント、ポンタポイントにエポスポイントとなっております。それぞれ各社ポイント運用の名前を付けたサービス名となっております。そして最低投資額につきましてはおおむね100ポイント以上となっております。PayPay ポイントのみ最低投資額は1ポイントから投資することが可能でなります。投資先の商品についてですが、ご覧の通り投資信託のコースは非常に少なく、各社独自の投資商品となっております。そしてその他の情報としては D ポイントでは日興フロッキーでポイント投資も可能となっております。永久不滅ポイントにつきましては年数回 D ポイント増量 10% から 15% といったキャンペーンがありますので併用したいところです。そして PayPay ポイントにつきましては PayPay 資産運用でポイント投資も可能となっております。そして楽天ポイントにつきましては SPU 最大でプラス1倍となります。ポンタポイントにつきましても au 株コム証券でポイント投資も可能となっております。エポスポイントにつきましてはエポスプラチナゴールドカード会員限定となりますのでご注意ください。では次にポイントをさらに増やす方法2つ目となります。ウェルカツのご紹介となります。ポイント価値をなんとプラス 50% も増やすことができます。では中身を見てまいりましょう。ウェルカツとはウェルシア系列のお店で、毎月20日のお客様感謝デーにて D ポイントまたは和音ポイント 1.5 倍の価値で支払うことができます。通常200ポイントですと200円の買い物ができますが、毎月20日のお客様感謝デーに限り200ポイントで300円分のお買い物ができるということです。使用できるポイントは T ポイントと和音ポイントとどちらかを選択することとなります。そして使用できる上限は3万ポイントと非常に大きなポイント額となっております。ウェルカツの対象店舗はご覧の通りとなります。全国展開のドラッグストアですとウェルシア薬局や国民ドラッグがあります。
そして地方のドラッグストアですと、京都府ではタックス、青森県ではハッピードラッグ、高知県では淀屋ドラッグ、群馬県では丸江ドラッグとなります。そしてコスモ専門店の東京都ではビビオン、そしてララポート内にありますナルシスでも利用することが可能となっております。続いてさらにポイントを増やす方法3つ目となります。 D ポイントへの交換となります。ポイント増加量はプラス 10% から 15% 程度となります。期間限定で開催されておりますキャンペーンを利用いたします。では中身を見ていきましょう。 D ポイントの増量キャンペーンにつきましては現在も開催中となっております。今回の D ポイント増量キャンペーンにつきましては 5.5% の増加量となっております。キャンペーンの期間は11月1日から2024年1月5日となります。交換ができますポイントにつきましてはご覧の表の通りとなっております。特におすすめはポイントインカムやフルナビとなります。それ以外にもセゾンの永久不滅ポイントやマネックスポイントや松井証券のポイントもあります。 D ポイントの増量キャンペーンにつきましては注意が必要となっております。現在実施中の11月1日から1月5日までのキャンペーンはプラス 5.5% の増加量となっております。ご覧の表の通り例年ですと 15% か 10% 増量となっているんですが、今回は 5.5% に解約をされております。2024年以降もどのような増加量となるか分かりませんが、今回は 5.5% ということを頭に入れておきましょう。続いてポイントをさらに増やす4つ目の方法となります。ローソンお試し引き換え券となります。こちらはポイント価値をなんと 200% も増加させることができます。では詳しく中身見てまいりましょう。こちらのカレンダーは12月8日にお試し引き換え券と交換ができます商品となります。例えばブルガリアの飲むヨーグルトですと税込みで226円ですが、ポイントで110ポイントと交換することができます。おおむねポイントを2倍の価値で利用することができます。ローソンのお試し引き換え券をゲットする方法は大きく2つあります。まず1つ目は店頭のロッピーで発行する方法です。2つ目はローソンアプリで予約する方法もあります。特にこちらのローソンアプリをおすすめしております。手順となりますが、ローソンアプリを開きまして引き換え券を選んで予約をいたします。24時間以内にレジで使うから引き換え券を発行いたします。そしてローソンに行きまして対象商品を持ってバーコードで読み込んで交換することが可能となっております。続いてポイントをさらに増やす方法5つ目となります。 JAL マイルへの交換となります。ポイントの価値増加量は 20% となります。期間限定で開催されておりますキャンペーンを利用いたします。では中身見てまいりましょう。まずはじめにポンタポイントから JAL マイルへの増量キャンペーンは現在も実施中となっております。ポンタポイントから JAL マイルへの交換レート 20% アップキャンペーンとなります。キャンペーン期間は11月1日から12月31日となりますね。対象のお客さんは JMB ポンタ会員または JMB ローソンポンタカードビザをお持ちの方ということです。なおポンタポイントから JAL マイルの増量キャンペーンにつきましてはご覧の表の通りとなっております。今回実施中のキャンペーンはプラス 20% ということで例年通りとなっております。次に永久不滅ポイントから JAL マイルの増量キャンペーンについてです。こちらのキャンペーンも現在実施中で12月1日から12月31日までとなっております。永久不滅ポイントからマイル 20% レートアップキャンペーンとなっております。通常200ポイントにつき500マイル交換のところ600マイルに交換ができます。永久不滅ポイントから JAL マイルへの増量キャンペーンはご覧の表の通りとなっております。例年通り今回も 20% 増量となっております。前回9月度のキャンペーンにつきましては 10% 増量と解約されていたんですが、今回 20% 増量に戻っております。